鏡の城は単なるテーマパークのモニュメントかと思ったが、明らかに霊圧はこの城から高まっています。それもおそらく最上階から。確かこの城は彼女の提案で建造されたと聞いたこともあるけど、でもまさか。とにかく中に入ろう。運が良ければ最上階まで。急降山の城の門番のつもりかよ。戦闘準備、全力で撃破する。大型の霊死体を確認、厳重です。わかった。行きます。エニグマ駆動、任せて。行くぞ。行くぜエロイド。いつでもいいぞ。やっぜー。はっ、バーニングレイジ。お返しよ。やあ、なりたい天夜に来たら、オーラレイン。ありがとうございました。俺の番だな。セット、行きます。はい、永遠システム開放します。移送空間にアクセス、絶対障壁を個別展開。俺の番だな。行くぜエロイド。いつでもいいぞ。やっぜー。はっ、バーニングレイジ。お返しよ。そこだ。行きます。エニグマ駆動、おっしゃ。駆動、え、そこだ。そこだ。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。それ。さて、エニグマ駆動。そこだ。行くぞ。セット、俺の番だな。俺で終わりだ。くらえ。悪い。おととい来やがれってな。
この光は、どうやら霊力の粒子が上に昇っているみたいですね。正面の入り口が。ああ、塞がってやがるな。代わりに左右に入り口が現れてやがる。何度か来たことがあったけど、あんな仕掛けがあったなんて。これも彼女の仕業。奥の方から奇妙な可動音も聞こえます。進むのなら警戒は必要かと。とにかく何としても最上階にたどり着くしかない。アリオスさんを問い詰め、キーヤを取り戻すためにも。やっと着いたか。ああ、最上階だ。でも、キーヤちゃんもアリオスさんもいないみたいだけど。前に訪れた時には気づきませんでしたが、あの光っている大鏡の奥に隠された空間があるようです。本当か？はい、かなりの霊力が渦巻くよう流れています。おそらくそこが終点かと。そう、どうやらなんとか追いつけたみてえだな。ああ、みんな装備の確認を。絶対にキーヤを取り戻すぞ。ええ、はい、合点承知だ。どうやらこのまま鏡の中に入れそうだ。キーヤ、今行くぞ。これは。おいおい、キア、アリオさん、ベル、ライド、みんな。ようやく着きましたわね。ベル、どうして、どうしてあなたがそんな場所にいるの？簡単なことですわ。大いなる司法を受け継いだクロイス家の末裔として当然の責務を果たしているだけのこと。大いなる司法？まさかリベールに出現したというオーリオールと同種の。話が早いですわね。
はるか昔、エイドスが人間に授けたセプトテリオン。そのうちの一つを我が一族は受け継いできたのです。まあ、1200年前までですが。わけがわからねえんだが。不幸な出来事によってエイドスの司法は失われたのです。その結果、クロイス家の始祖は何としても司法を取り戻すため、途方もなく遠大な計画を構想し、このクロスベルの地に巨大な式を構築することになりました。巨大な式？まさか動力ネットを使った不可解で巨大なシステム？ええ、現代の動力技術とクロイス家の錬金術を融合させて生み出された魔導科学。それによってようやく実現できたバカバカしいほど巨大な式ですわ。魔導科学による式。それに錬金術って。そうか、そういうことだったのか。かつて星見の塔を建造し、教団に技術を提供していた錬金術師たちの集団、あれはあなたたち、クロイス家のことだったんだな。でも、そう考えると辻褄が合います。それじゃあ、キーヤちゃんが眠っていたあのゆりかごというのも。もちろん、クロイス家が教団に提供したものですわ。彼らに信仰対象を与え、気持ちよく働いてもらうためにね。それじゃあやっぱり DG 教団というのは、クロイス家の目的を達するために影から誘導された。ねえ、傀儡というわけです。もっとも彼ら自身にその自覚はなかったでしょうけど。おおよその背景は飲み込めていただけたかしら。ああ、ちなみにこちらのアリオスさんは我が一族とは関係ありませんの。今回私たちの計画に賛同してくださった頼もしい協力者というわけです。アリオスさん、あんた正気か？こんな妄想じみた話に。妄想じみた話か。確かにその点については俺も同意見だ。まあ、ひどいですわね。だが彼らにその力があり、この状況を変えられるならば、俺はいくらでもその幻想に付き合うだけだ。たとえエイドスの意志に背くことになったとしてもな。そんな、一体どうして。正直途方もない話ばかりでまだ整理できていないけど、ただこれだけは言える。その妄想にキーヤを巻き込むのは断じて認められない。キーヤ、戻ってくるんだ。何をそそのかされたのか知らないけど、キーヤはキーヤだろ。そんな辛そうな顔をして、そんな椅子に座ることはないんだ。ライド。キーヤさん、あんな風にロイドさんは言ってますけど、どうするつもりですの？キーヤ、どうしたの？希望、迷うことはねえ。いつもみたいにロイドの胸に飛び込んでこい。それが一番お前にとって安心できるんだろうが。ランディ。そうね、
事情はあるのだろうけど、それ以上に大切なことは絶対にないと思います。メリー、ティオン、盛り上がってるじゃない。ウロボロス、やはり彼らとつながりがお互い協力関係を結んでいるだけですけど。皆さん、もう準備はよろしいのかしら？もちろんだとも。満足してもらえる性能に仕上がっていると思うよ。金の準備もできています。あとはそちらの鍵を回すだけ。彼らが納得するまで待っててもいいんだけど。そろそろ時間切れみたいだよ。あらあら、来るか。な、何を言っている。何が時間切れだってんだ。決まっている。帝国軍と共和国軍の侵攻だ。せっかくだから実況するとしましょうか。来やがったか。しかし警備隊の戦力では食い止めようが。それを覆せる鍵が彼女というわけだ。ディーター大統領、おじさま、結社の職務、計画への協力感謝する。ベルニー、アリオス君も、どうやら予定通りのようだね。ええ、ここまでは。あとは彼女に委ねるしかありませんね。聞いた通りだ、キーヤ君。もう分かっているのだろう。この事態を何とかできるのは、君しかいないということ。you
キーヤ、ダメだ。ベルをやめてちょうだい。なんだか知らねえが、見過ごせるかよ。とりあえず止めさせてもらいます。風の牽制。通りたくば、お前たちの全てをぶつけるがいい。ガイア、俺、セルゲイさんが越えられなかった壁、それを乗り越えられる力がお前たちにあるのかを。ビビんな。相手は一人だ。なんとか勝機をつかめれば。AOシステム全開、目標を撃破します。お前たちの全力見せてみろ。ここは引けません。よし、みんな一気に行くぞ。行くぜ。行くぜ、エロイド。いつでもいいぞ。やっぜ。バーニングレンジ。私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。任せて。時の決定を砕け散れ。さて、そこです。俺の番だな。行くぜ。赤き夜の死神よ、戦場をかけつわものどもを貫け。はぁ、任せてくれ。セイハッ、スキアリンか。そこだ。セイキン、ウラハヤテ。お返しか。よし、全力全開いくぞ。おいくぜ。さてと。
し、みんな一気に行くぞ。はい、行きます。やさあ、ありがとうありがとう。おっしゃ、これで終わりだ。くらえ。任せて。みんな頑張って。よし、よし、みんな一気に行くぞ。はい、はい、移送空間にアクセス。絶対障壁の個別展開。ゼロフィールド。キン裏はやった。風巻く光よ、我が剣に集え。俺の番だな、セット。俺の番だな。これで終わりだ。くらえ。わかる。ヒギ裏ハヤテ。お返しよ。任せて。光となりたい、天より来たのだ。オーラメイン。ありがとうございました。チロ、お返しよ。おっしゃ、これで終わりだ。くらえ。よりは、よし、みんな一気に行くぞ。行くぞ。俺の番だな。これで決める。ドン！ハッ！ドン！ライジングサーン！うわっ！そこだ！サーン！お返しか？マジかよ。さてと、エニグマ、駆動。風よ、我が力となれ。ダメダメです。キギ裏はやった負けるか。
サンクス。キン裏ハヤテ。そこだ。そんなチェラ。そこだ。まだやれる。それ。サンクス。キン裏ハヤテ。そこだ。ちまずいな。ほら。キン裏ハヤテ。チェラ。そこだ。負けるか。みんな一気に行くぞ。まだまだ。ほら。うん、うまい。サン。キン。裏入った。マジかよ。負けるか。負けるか。キン裏ハ。そこだ。キン裏ハ。そこだ。風よ、我が力となれ。身の方早て。負けるか。負けるか。えいはっ。そこだ。見せつ。キン裏ハ。そこだ。そこだ。見せつ。負けるか。裏ハー。そこだ。サン。負けるか。はー。まだやれる。裏パー。そこだ。まだやれる。やっと。突き寄り。キン裏パー。すまないみんな。ここまで相手にならないなんて。精進不足だな。その体たらくで大切なものは守れんぞ。みんな。峰打ちでしょ。集中力を途切らせたらうまくいきませんわよ。わかった。もう迷ったりしないから。やめろ。
の光を。一体何なんだ。凄まじい密度を持った七属性の霊視情報。失われし幻の司法の再現。いいえ、それすら凌駕するゼロの司法の誕生ですわ。ゼロの司法。なんだそりゃ。ロイド、みんな。本当にキーアなのか。うん、ベル、行こう。わかりましたわ。アリオスさん、ここはお任せします。承知した。おい、どこに。ごめんね、今までありがとう。大好きだよ、みんな。巫女殿と呼ばせてもらおう。よくぞ再びこの世界に現れてくれた。クロイスケの現当主としてお迎えできて光栄だ。うん、お父様、挨拶はそのくらいで。そろそろ彼らからの贈り物を受け取りませんと。おお、そうだったな。ようやく私の努力も実を結ぶようだね。大いなる司法を継ぐ者よ。ウロボロスのマスターに代わり、御身の権限をことほがせていただきます。ささやかながら献上品を用意しました。どうかお受け取りあれ。ありがとう。こいつは。うわー、かっこいいじゃん。
なかなかのおもちゃだ。神器アイオン、司法が奇跡を振るうための3体のインターフェース。予想以上の仕上がりだ。結社の諸君、仮を作ってしまったようだね。こちらも資金面でいつも助けてもらっているからね。ゴルディアス級の運用データがそっくり使えたのも大きかったよ。それに今回の件についてはマスターの意にもかなうこと、仮に思う必要はありません。なかなかの太っ腹ですわね、キーヤさん。それではお願いできますか。わかった。バカな、第五機甲子団が壊滅しただと。信じがたいことですが、巨大な人型が現れて全てをなぎ払ったと。
何よバカな。まあいい、そっちがその気ならばこちらも容赦はせん。列車砲起動、目標クロスベルシ。せめてもの情けだ、民間人の密集地は避けてやれ。よっ、ゼロの手法、よくぞ言ったもんだね。ゴルディアス級最終型を3体も同時に、しかも奇跡の代行者として自立行動させられるとは。これはあの方にも良い報告ができそうだよ。確かに大したもんだ。まあ最初ですとこんなものかしら。今この瞬間をもってクロスベルは聖地となった。帝国と共和国という列強を退け、大陸全土に新たな秩序をもたらすための拠点に。我がクロイス家の理想と正義を世界に広めるための中心に。はあ、私たち夢でも見ているの？残念ながら現実みたいです。その通りだ。奇跡の後にも現実は待ち受けている。いたぞ！アリオス長官、ご無事ですか？無駄です。え？この声は。すでにミシュラム一帯は国防軍が制圧しています。どうかおとなしく投降してください。ノエル、どうして。ご苦労、シーカー少尉。私はオルキスタワーに戻る。彼らの拘束は任せたぞ。了解しました。
待ってください。一つだけ、どうか一つだけ答えてほしい。もしあなたが数年前から彼らに協力していたのなら、ガイ・バニングスを、兄貴を殺したのもあなたなのか。その通りだ。